はい7月17日日曜日3連休だね知らなかった、はい、暑いせいか今年はクール系シャンプーがよく売れます確か去年はあの冷夏気味で在庫が残った記憶がありますはいムクシン先生毎度毎度ねいつもの,の商品ねあの売れる店は売れるけど売れない店は売れないよねあと買うお客様の心理としてはね別にそんなもの欲しくねえけどムクシン先生にねあのお布施じゃないけどねそんな意味を込めてね買ってくれるっつうの まあいろんな思惑があってねものが売れたりするからね、まあ、天板に関してはだからねね売売れれるる店店ない店ってあるよ、ね、だからディーラーさんもねあのどこどこの店やまあ天板よく売れるよこれなんか特に売れてるよとかなんかうまくあのしてくるけどそういうお店ってさあのお客様がさその美容師さんに気に入られたくてなホストじゃないけどさホストにかお金貢ぐじゃないけどそんな意味を込めて売れるっていう場合があるよねだから。 だからちょっとね変わったものを置くと簡単に売れるっていう店まあそれはもう先生のその性格とかいろいろあるからねだからそういうのさ持ってない美容師さんそんな雰囲気を持ってない美容師さんがねどんなにものを勧めたってねしつこいって言われっかんね <laughs> だからこれはちょっと注意でねあの売れる店は本当に黙ってても売れるしちょっと言えば売れるしね売れない店ってのは頑張ったって売れないからねそのあの美容師さんが持ってる雰囲気だからね これはね、だから営業テクニックとかその会話とかそんなの関係ないよねその美容師さんの雰囲気で売れるわけだからね。らその雰囲気を持ってない美容師さんはもう何やっても売れないそれは売れる美容師さんがね売れない美容師さんと捕まえてね大きな会社でねお前のやり方が悪いんだってちょっと違うってう場合があるよね適材適所で適してない人に物を売らせようとしてるっていうのかな。 品が、ね、売れなない美容師さん、ね、なんかいて悩んでんだったらそれは不可能なことやってると思った方がいいんじゃねえかなか物を売る能力がない人ねそれこそシャンプーなんか何使っても一緒だと思ってる人ねあの美容師さんがそう思ってると絶対こう売れないよね自分なんかもねあのシャンプーっつうのはラウレス硫酸だっけあれで汚れ落とすわけだからねレモンシャンプーだけ安いのあれだって高いシャンプーだって同じさ成分で洗ってるわけだからね まあ、あとは匂いが違うとかあの油が入ってから手触りが違うとかだってコンディショナー塗っちまえは同じだしね <laughs> まあシャンプー化学変化でね油を落としてるだけだからね汚れを落としてるだけだからねまた匂いってのはもうどうにもできないからねあとクール系シャンプーでしょあれ自分全然感じねえんだよ全然ね、うん、冷たくないんだよあれうちのお兄さんはもうひんやりするとかなんとかって言うけど自分全然何にも普通のシャンプーと一緒 <laughs> まあこれちょっと得意体質なのかもしれないけどねまああんまり天板ねあの売れるってこれが売れるあれが売れるってね人んちの話聞いてねうらやましがってねじゃあ仕入れしようっつったらねリーダーなんかごっそり持ってくるからねよっしゃってんでね <laughs> あんまり売れない人は頑張りすぎない方がいいよね。<laughs> 頑張るると疲れる <laughs>、はい、お疲れれい様でした